キャプテン浩二です。今朝は僕の、6畳の部屋から、撮影しています。今朝はね、5時起きです。このようにまずは作業場所兼、寝室、ベッドが一つ置いておりまして、ほとんどですね、この部屋は作業、起きたらもうすぐ作業できるように、しております。そして、まずパソコンですね。これが昔のパソコンの XP になります。XP に、テレビの、なんですか、キャプチャーがここにあるんですけども、キャプチャーをつないで、ここでテレビを、これで、テレビが見れます。XP。そして、こっち側にノートパソコンが1台ありますけれども、これは、あれですね、ここで、作業しながら、いつも YouTube の動画を見ております。それともう一つは、この FX の、ツールですね。MT4 を起動させております。起動用ですね。常時起動してですね、エントリーがあるので常時起動しております。ほぼですね、ここで見たい YouTube の動画を見ております。これが2台目のパソコン。そしてメインで使ってるパソコンがこちらになりますね。こんな感じですね。こんな感じで椅子が2つ、そしてメインで使ってるパソコンが、ダブルモニターで、そしてプリンターが1台。これが、レーダープリンター。モノクロのレーダープリンターですね。そして、ここに、光回線の、なんていうかな。光回線のルーターですかね。ルーターと、光回線から Wi-Fi で飛ばす、無線で飛ばす無線のルーターがありますが、僕の場合は、無線で飛ばさないで、線で、つなげております。そっちの方が、スピードが速いみたいなんでね。このテレビの方も、XP ですけども、YouTube の動画も見れます。それで、ここに、黒板、ホワイトボード、小さいやつはありますけども、これがちょっとした予定を書くようですね。そして、ここちょっとね、封筒があって、商品を、小分け しております。こんな感じですね。ちょっとお日様が出てきたんで、ちょっと窓を開けますと、窓開けましょうかね。よいしょ。窓はこんな感じで開けたら結構明るいです。窓が汚いんでね、ちょっと見せたくないね。窓が汚いんで。こんな感じで窓を開ければ、僕の2階の部屋なんで、こういう感じで。窓が汚いんで、ちょっと後で、ガラスクリーナーで掃除したいと思います。ちょっと開けてみようか。汚いな。こんな感じで、外は綺麗ですね。綺麗。雲がね、雨雲ですね。今日はね、雨の予想なんで、今天気がいいですけども、
今日は時々雨が降るみたいな感じですかね。こんな感じで、倉庫の屋根も汚れてますんで、これはもうどうしようもないんですね。倉庫の屋根はね、シミみたいになってるんでね、まあ時々ちょっとね、登ったらね割れたりして危険なんで、ちょっとこれはそのままにしとこうかなと思います。そして、太陽パネルですね。あれ、あ、いいか、太陽パネルは倉庫の上に引いております、設置しております。もうね、13年ぐらいになりますね。はい、13年で、まあガスを使っていた頃よりも全然毎月のね電気料金が、増刷っていうか増刷されて、電気料金がね2000円か3000円とかね、そんなもんです。支払いがね、支払いがそんなもんです。はい、結構ね太陽光はお金がかかって、320万とかねかかったんですよね、その当時。あ、ちょっと喉乾いたんで、これがですね、僕がおやつを入れてる、この前買ってきた、勝山で買ってきたポップコーン、それとここにお茶、ジュースをねこんな感じで、入れております。すぐに飲めるように。ちょっとまだ頭がぼーっとしてるんで、カフェオレでも飲みますかね。こんな感じでね、下から下の冷蔵庫から氷を持ってきて、であともう継ぐだけですね。こうやってこうやって継いで飲んでます。はい、ではいただきます。こんな感じですね。あ、時間がもう8分になってきたんで、ちょっと、こんな感じで、部屋の様子ですね、まあ一部見せましたけども、どうでしょうか。ですね、昨日ですね、Amazon でついに、アクションカメラ、アクションカム買いました。値段が7699円。明日届きます。なので明日これで、動画を撮影したいと思います。そんな感じですね。なかなかいいと思いますね。YouTuber さんの YouTube を見てね、 YouTuber さんの紹介でなかなか良さそうなんで、評価レビューも504件のレビューでなかなか良さそうでした。なので、買ってみました。これでね、いろいろ動画またね、撮れますね。車とかバイクでね撮影動画も撮れますし、今度ね、11月に、追記の航空祭があるんで、航空ショーでバンバン動画撮ってみたいと思います。それでは、後でまた外に出てお散歩するんで、一旦ここで締めます。ありがとうございました。